はいどうもトルです、えー、今回はですね行政書試験で要求される行政法の重要判例ですねこちらを50個に絞ってお伝えをしていきますのでよかったら最後まで一緒に頑張ってやっていきましょう。それでまずなんですが行政法 行政法はででですすすねめめちちちちゃゃゃゃくく大大事事な科目ただですね、行政法ってすごい範囲がめちゃくちゃ広いんですよね。で、ある噂を聞きました。ある予備校では、行政法の判例に関してだけで、100個とか200個を覚えさせるっていう予備校があると聞きました。正直ですね、これを聞いて僕はめちゃくちゃびっくりしましたし、正直ですね、がっかりしました。やっぱり行政法はすごい大事ではあるんですが、受験生は時間がないんですよね。受験生は時間がないんですよ。で、時間がない中で、100個とか 200の判例を覚えられるわけがありませんこれはもう不可能ですよ もちろん100個200個この判例を覚えていくとですねもちろん試験も解けるんですけれどもただ現実問題としてそこに当てていく時間って僕はないとですね言い切れますつまり今回はこう提供するこの講座はですね現実的なんですよ理想論では全くなくて実際問題としてこの試験に受かった方がですね覚えてるだろうなという判例覚えるべき判例それを50個に絞ってお届けしますなのでですねこちらの講座に関してはとにかく勉強時間がないだったりとか限られた時間の中で最大限のパフォーマンスがしたい 一緒に頑張ってやっていきましょうこの50個をするだけで行政の得点がめちゃくちゃ上がりますのでぜひ最後に一緒に頑張ってやっていきましょうただですねやはり金銭的にですね余裕がない方いると思うんですよねなので今回この特別にですね6次を全部出していますこの50個に関して頑張って覚えてくれという風な目標を出しますのでお金がない方はですねこの50個に関してですね自分で調べて頑張ってやってみてください でその目次がこちらですえ。まずはですね、行政法総論なんですが、総論に関しては21番目ですね、1番から20番に関して判例を用意してあります。次に行手法なんですが、行手法に関しては22番で判例を用意しました。その行手法はで,ですね、本当に判例問題よりかは丈夫なんですよね。 行手法は条文しっかり覚えていますかってことがあるので条文しっかりマスターすると満点取ることがほぼほぼできますただ行程法の中でですね1個だけ新しい判例があるんですよねそれがこちらなんですけれども1級建築士に関する判例がですね平成入算で出ていますからこれだけはやっておきましょうでその時に行政事件訴訟法ですが行政事件訴訟法に関しては23番から37番,、ね、番に関して判例がありますのでこちらの判例をしっかりとチェックしましょうでラストがですね国家賠償法などですがこちらが38番から5番38番から5番においがあります のでこちらの50個、この50個の反例に関してですね頑張ってやっていきましょう。ただこの50個の反例に関して調べることこれ時間かかってきますよね。一方僕のこの講座を使うとこの50個の反例に対して使う。 無駄な時間その無駄な時間をゼロにカットすることができますそうするとその時間を使って勉強時間に確保することができますからめちゃくちゃいいですよねということでもしよかったらですね一緒に効率よく頑張って勉強していきましょうでは早速やっていきますが行政法総論ですが今からする話はですねめちゃくちゃ大です何が大事かというとですね今後の学習の指針が決まってくるはずですいろんな話を聞きますどういうふうに勉強したらいいかわからないどういうふうに回答したらいいかわからない という悩みをですね、結構聞きますが、この悩みの全てにですね、解決することがこれできます。なので、そういう風な意識ですね、今回この一番の判例に関してやっていきましょう。では、一番見ていきますが、こちらですね、この判例です、えー。農地買収処分。農地買収処分に関する判例ではあります。で、この瞬間に、農地買収処分でなんだってなる方いらっしゃいますよね。でも、安心してください。そこの箇所に関しては全く意識をしなくて大丈夫です。 僕のお伝えする内容はですね、この試験に受かるための方法だけです。なので、僕の講座を使ってもですね、行政法に関して詳しくなることは少し厳しいかもしれません。ただ、受かることができます。皆さんはどちらがいいですか行政法に関してめちゃくちゃ詳しくなるんだけども点数が取れない方、あるいは行政法よくわからないんだけれども点数取れる方、どちらがいいでしょうか絶対に講師ですよね。 要するに、行政法に関して、詳しくなることと、この試験点数得点すること、これはイコールではありませんから、そこに関し、しっかりと認識をしておいてください。全くイコールではありません。 僕らが目指すことはですね、行政法に関して最低限知った上ですね、この試験や特典を取ること、これを目指して頑張っていきましょう。となりますので、農地賠償処分に関しましては、一旦無視しておきましょう。とりあえずは、これを覚えてください。農地賠償処分に関しては、民法の適用は否定されています。これを頑張って覚えていきます。一方ですが、知識に関しては、しっかりと比較をして記憶をしていきましょう。この視点がめちゃくちゃ大事です。しっかりと間違いやすいことですね、間違いやすいところとですね、比較をして インプットをししていきましょうそして今回この問題に関しましてはこれです。租税滞納処分。租税滞納処分と比較をして覚えていきましょう。要するにですね、農地買収処分は民法の適用が否定されるんですが、租税対納処分に関しては民法の適用が肯定されています。なのでそこを比較して覚えていきましょう。農地買収処分は適用が否定されて、一方で、租税対納処分に関しては適用が肯定される。これを比較して覚えていきましょう。という時にですね、受験の方々が何をしたらいいかと言いますと、こういう事項に関して、 どどういうふういいにしししたらら覚えれれるかどうかそそここを工夫てててて頑張ってやっやきまますすが受験の醍醐味でもあり一個一個の知識に関してどういうふうにしたら覚えられるかなというところに関して頑張って工夫することこれを受験生には要求されていますのでその点で頑張って記憶をしていてくださいそれで一応なんですが僕の方でこうやって覚えたらどうかなという提案を1個やっておきますそれはこう覚えてください 要するに、農地買収処分って何か行政法っぽいと。行政法っぽい。だってもう農地を買収とか言ってますから。これって僕らこれできないですよね、普通は。なんで行政法っぽいんですよね。行政法っぽいからこそ民法は馴染まないので民法は適用されない。適用は否定されてくる。一方で、租税対応処分ってちょっと民法っぽいですよね。だって、租税対応なので払うべきお金を払わなかったっていうことって民法にもあるわけですよ。 例えば借金しますと。例えば借金をしていて、その借金を返さなかったっていうことも、払うべきお金を払わなかった一緒ですよね。なので、ちょっと民法に似てるわけですよ。なので、袖対応処分のケースに関しては、民法の適用がされてくるんですよね。という感じで、行政法っぽいか民法っぽいか、そうやって区別をして記憶をしてみてください。そうすると、今回この知識ですよね。えー、農地賠処分に関しては適用は否定されるんだけれども、袖対応処分は肯定されてくる。この知識をインプットしておくと、クエスチョン1番ですが、問題はこう見て この問題は実際平成3年平成3年出されたんですけれどもこれがこういう問題でありますでこの問題に関してもめちゃくちゃ真面目に全部を読もうなんか絶対しないでくださいそんなことしても絶対点数は上がりませんし受かりませんではなくて見るべきっぽいのがこれ決まってるんですよね今回に関してまずは前半ですよ前半の箇所前半に租税滞納処分はって書いてますよね この瞬間にさっきの知識を思い出してください。各問題には必ず正解があります。つまりは、各問題では聞きたいポイント、これも決まってるんですよ。で、今回も、祖税対応処分は、この6文字、この6文字があった瞬間に、さっきの知識を聞いてきます。つまりは、祖税対応処分では、民法の敵はこれ、肯定されてきますよね。これを聞いてきます。つまりは、今回この問題に関しては、文末を速攻チェックしましょう。そうすると、文末では、民法のの適用はないってありますよね。 ででも適用はあるわけすすからそこの箇所が間違っていますよねなのでこの選択肢は間違っているんだツだと判断をしてください。たったこれだけです。この試験が要求している行政法に関してはたったこれだけであります。 つまりは、しっかりと入れるべきところに関して知識を入れていく。この時には比較をしながらインプットをしていく。で、その部分に関して頑張って覚え方を工夫することが受験生に要求されている。で、そのインプットに基づいて問題を読むからこそ、問題部のポイントを見ることができる。で、そこに関して知識を適用するからこそ、すぐ回答することができるわけです。どうですかめちゃくちゃシンプルですよね。たったこれだけです。 こんな感じで僕の講座を使いますとですね最速でやるべきことだけをすることができますので速攻で受かることができるはずです。ということでですねこの要領でここから先に関しても50個の判例説明していくことを考えていますが皆さんはどちらの未来がいいでしょうか残り49個に関して自分で頑張って調べていく時間かかります間違う可能性すらありますわからないこともあるかもしれませんでも何も聞けませんというふうな未来とあるいは僕のこの講座を使ってこの50個の知識に関して最速で入れてもらって そして、最速で受かることができる未来。このどちらがいいか選んでください。もちろん、僕の願いをしましては、皆さんをですね、受からせたい気持ちがめちゃくちゃありますので、よかったらこの判例50個に関してですね、僕と一緒に頑張って勉強していきましょう。ということで、その次の2番の判例ですね、そこで会えることをですね、楽しみにしていますので、そちらの動画でお待ちしております。一緒に頑張って、最速でこの試験に受かって、人生を変えていきましょう。皆さんのことを全力で応援しております。以上、トールでした。